3本目になる片岡五郎とマダム美智子の人生の並木道です。人生にはさまざまなことが起こります。いろんな、ご縁も生まれますけど、その中で起こる中で難しい問題として叱るを取り上げて、片岡五郎の本の出版を期しまして、その、編集長でありますところの伊藤盛雄さんに今日で3週目でございますけれども、お越しいただいて、さらにまたお話を伺わせていただきたいと思いますので、片岡五郎さん、よろしくお願いいたします。はい、今日はもう伺いかけたいこといっぱいあるんですけど、こういうのを見て自分が出したいとかね、はい、そういう方もいらっしゃるので、そのご本来のインターネット出版って何、はい、っていうのをもうちょっとお話しいただきたい。そうですね、はい、電子出版っていうか電子ごめんなさい、インターネット出版じゃない、はい、電子出版 ね、はい、電子書籍出版っていうと、まあ、いろんな方が、まあ、お知りになっている時代なんですが、まあ、一番有名なのはですね、アマゾンで自分で出せるっていうのがこう割と一般的に知られていることが多い。自分で書いて自分でアマゾンに出すっていうね。そうですね、はいはい、それをアマゾンの中でその KDP っていうシステムがあるんですけども、はい、それを使って自分で出すと、なのでこういわゆるこう編集者に邪魔されないとか自分が好きなものを出したいとかっていう方が、まあ、こう出してみたいと思って、やったりはするんですけども、はい、実はですね、まあ、結構、まあ、いろんな落とし穴があってですね。落とし穴、はい、そういうことやるの。そうですね、まあ、落とし穴というか、まあ、一つはですね、単純にAmazon のページに、はい、なんですかね、ネットの情報として載るだけなので誰も見てくれないっていう状況が。そうなんですか、はい、情報として。そうですね、書いた内容を送っても。そうですね、はい、その一般的な書籍であれば、はい、書店に並ぶので、うん、平積みされてれば、そうですよね、人の目に留まると思うんですけども、はいはい、ネットの場合はどうしてもそういう場所がないので、うーん、はい、どうしてもその個人でってこう今やりたい方はいっぱいいるんですけども、うん、やっぱり出してみたけど全然売れなかったっていう方が、まあ、ほとんどなんですよね。よくなんか見てください見てくださいって来るのは、はい、そういうこともあるんですね。そうですね。あ、なるほどね、はい、で、まあ、それに沿って、うん、自費出版っていう形が多いと思うんですけども、うん、まあ、それをサポートしてる、まあ、会社さんもいっぱいある、うん、っていうのが一つあります。で、まあ、僕たちがやってるのはその商業出版っていうことをやらせていただいてるんですけども、まあ、何が違うかっていうと、きちんと出版社 の、 編集が入って、はい、読者に届けられるクオリティまで上げて、でそれを、まあ、いろんな方に読んでもらえるシステムを持ってる、で、はい、持っていただければなと思います。はい、ね、だから、本を出したいけども、はい、一番簡単な方法っていうのは簡単であるだけにやっぱり説得力っていうか販売力というかがないってことですよね。で、今回の後でいろいろご紹介が出てくると思いますけど、はい、片岡五郎の本は 対象はビジネスマン、はい、でもお考えはもうちょっと深いところにあるっていうふうに伺っております。そうですね、はい、やっぱりその叱るっていうのは、はい、まあ、ビジネスマンだけじゃなくて、まあ、子育てから、そうですね、はい、いろんな幅広くターゲットとしては考えられるので、まあ、ちょっと本のタイトルはですね、まあ、どんな部下でも必ず伸ばす叱る力っていう感じでは書いてはあるんですけども、はい、まあ、いろんな方に読んで楽しんでいただけるような、はい、続きにはなってるかなと。僕が言ってるその引っこもりのね、はい、学校っていうのは、学校でいじめられて、で家へ帰ってきて、ねえねえお母さんお母さん今日こんなことあったのって、うるさいわね、今ね食事作ってるんだからうるさいから黙ってなさいって、それがどん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 外に出られなくなっていくっていうのはものすごくあるんですね。だから親子の会話、親子のそのしつけなんていうもんではなくて、話を一番大事にした方がいいと思うんですね。だからその中に叱るっていうことに関しては、どうやって相手の話を聞き出してあげるかがすごく大事なんですね。一方的に叱る叱るってこっちから動作していくんじゃなくて、
相手の気持ちをまず聞いてあげるっていうことがすごく大事だろうなって思いますね。まあね、男性はそういうふうに理想的に言いますけどね母親っていうのは別幕なし、もうね、旦那様以上に接してるわけですよ。いい時だけじゃない、悪いことだって成長と同時に子供は当人たちは悪いとは思ってないけれども、いけないことやっていうことをどうやって叱るっていうことは、これはね、お母さんの悩みでもありますね。亭主も叱られてますよそれはまたほら夫婦の叱る叱らないっていう問題だけれども、やっぱりこう未来をね背負って立つ子供たちを、どうやって一種のね、日本を背負う未来の 人材として育成していくには、お母さんの叱り方ってすごくね影響をすると思いますね。まあ私は偉そうなことに言いますけど、4人の子供なんですから、もう本当に片っ端から叱り飛ばしてっていうのもおかしいけど、本当にね悩むことはもうすごく多かったですね。だから今のビジネスマンの方は、奥様もいらっしゃる方、独身の方は独身の方、ご夫婦の方、それぞれの人間関係の一番その、なんていうんですか、関係性を良くするも悪くするもトップの条件の中に叱るっていうことがあるようなね気がいたしますよね。僕は役者ですからね、家庭においても会社においても、でそこは舞台だと思ってくれるんですで自分は役者だと、これね、役者だと思ったらセリフと言えるから感情入んなくても言えるわけですよ。なかなかいいこと言いますね現実と理想とは。うちを帰ると女房からえらい力がいや、そんなことはないですけれども、やっぱりこれから の長寿時代になりますとね、人間関係は長寿ってことで考えれば、一人の人間としては長く生きるっていうのはいいかもしれないけれど、それだけみんなが長い人生を抱えるとなると、どうやってコミュニケーションを取っていく中で叱るっていうこと自体は本当に難しい課題ですよね。それでこれはいつからインターネットで見られるんですか？そうですね、はい、はい、ありがとうございます5月のですね、19日に、はい、Kindle 版とか、はい、コボ、楽天コボとかあるんですけども、そういったインターネットの電子書籍ストア、ストア、はい、電子書籍ストアに5月の19日から、販売が始まるということで、それもね出て、それと先ほどお話に出たように、本の著者になりたい方がどういうふうにっていうことで、いろいろ計画を立てていただいたんですよね。はい、それは、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。6月の18日ですね、はい、五郎さんと僕がジョイントコラボということで、はいはい、セミナーというか講演会みたいなものをちょっとさせていただこうかなと思ってます、はい、でその中で、さっきのこの、電子書籍の、また今日もちょっと話だったかもしれないですけども、こう関わり合いの話とか、叱ること、あとはその電子書籍の出版でどんなことということで、ちょっと会を催そうかなと思ってますので、はい、ありがとうございます。あれですよね、その時にうちのマネージャーも呼んでますよねそうですね、マネージャーになっちゃったんですよ、私がされちゃったんですけれどもね、私はお二人にまず、お話ししてもらいたい、今までの総まとめ的に、まずは、片岡五郎という人が役者という、ね、個性を生かした叱り方の、そして伊藤さんは、このようにするとあなたの本も出せるかもよというお話と、まあ内容的に何らかで叱り方の難しさの中に女性の視点から、で女性もね男性もね部下なんか抱えてたりもしますから、はい、何もね親子関係、女性からかは親子関係っていうわけでもないですし、男性の視点どうやったら出せるか、女性の視点というようなことで、講演会を、開催していただくということなので、国際魅力学会が、今日も参加させていただくということになっておりますので、ぜひとも皆様ご参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。
出ることを祈っていきますね。